TV をご覧の皆さん、こんばんは。本日も始まりましたイバキラナイトのお時間です。スザンナ優子のただいま茨城ということで、本日もお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、私ぼっちでお届けします。誰もいない状態で、もう慣れっこですけれどもね。今日で何回目になるんでしょうか。隔週になってからですが、毎週ねお届けしていた時には、何か皆さん来てくださってたんですけれども、今日初めて見るという方もいらっしゃるかもしれませんので、自己紹介させていただきます。私茨城県の水戸市出身のシンガーソングライター鈴花優子と申します。現在は東京で住んでいてですね、在住で東京での活動がメインなんですけれども、このイバキラ TV を生放送でお届けするため各週実家に帰ってきております。実家なので、もう本当にただただほっとしてまったりお届けする感じなんですけれども、そうですね、あとは詩吟の師範をやっております。現在も教えるっていうよりは、どちらかというと人前でプレーをするという方がメインなんですけれども、そんな茨城水戸で出身の鈴花優子、どうぞ皆様に応援していただければと思いますので、今日も30分どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今日スタッフさんもね、いつもよりすごい少ないんですよ。みんなどうした、飽きたみたいな。飽きちゃったかーって思って、なんかじゃあ飲み行ってきますとか言って行っちゃったんですよね。いやー、あ、そうか。じゃああれでしたよね、しかもいなくなるときに、じゃあ優子終わったら連絡よかったらしてねっていう、かなり上からな感じで、じゃあしてねみたいな感じでいつも言ってくれる女の子もいなくてですね、今日は本当に孤独なんですよ。まあでもですね、あ、それからカメラマンさんと音響されてる方が2人ともちょっと負傷中みたいで、一人は鎖骨折ってて、もう一方はね足が痛いって言ってさっきからよろめいてるんですよね。どうしたのかなと思って。大丈夫ですか、大丈夫ですか。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、お知らせがいっぱいあるの、いっぱいあるっていうか、茨城福島の、ツアーがの詳細がどんどん決まってきました。はい、今年もやります。7月、もうすぐなんだよね、意外と。7月って第2週ぐらいからずっと茨城にいるんですよ。なので皆さん、この機会にぜひぜひ会いに来ていただきたいと本当に心から思っている次第でございます。あとで何が、どういう流れで進行していくのか、そのツアーのね詳細を、番組の後半でお知らせしたいと思いますので、楽しみにしていてください。それでは今日もですね、メールをいただいてますので、早速心理テストのコーナーから行ってみましょう。今日リバーブとかいいです。この心理テストしてみっぺっていうのがね、いつもタイトルコールなんですけど、今日あまりにもこう寂しい感じなんでこのまま行ってみたいと思います。じゃあ、そうそうそう、大事なこと言い忘れてました。ツイッターを見ております。ですね、これハッシュタグのイバキラとつけてつぶやいていただきますと、常に見ておりますので、今日もね皆さん、コロッソさんありがとうございます、カッシーさん、アメさん、庄司さんありがとうございます。それから私宛につぶやいてくれてる方もいらっしゃいますね。キアさんありがとうございます。よかったらハッシュタグもつけてつぶやいてみてください。ここで常時見てますのでよろしくお願いします。ツアー楽しみ、お、ありがとうございます。始まりましたね、ガンバー。今日私あれだね、告知がちょっと遅かったからあれかも、あ、今日だったんだっていう人が後から出てくるかもしれないけど、はい、そう、次回は6月の11日ですからね、よろしくお願いします。第2第4の火曜日です。はい、じゅんさんこんばんは、心理テスト来た。はい、やりますよ今から。みゆきんちゃんありがとう、ゆうこさんイエーイ、どうもこんばんは、よろしくお願いします。みんな元気、元気そうでよかった。あ、危ない、なんか今音が鳴った。ほら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 こういうことがあるんだよ、事故がね、ピアノをね机にするなって話ですよね、すいません。なんか、はい、ではメールを読んでいきたいと思います。こっちからいこうかな。
いばきらナイト火曜日、スザンナ優子の台湾いばき。優子さん、こんばんは。アメと申します。アメさん、初めての投稿じゃないですか？今日ツイッター上にもいらっしゃるようで、すごい嬉しいので、早速採用させていただきます。微妙な天気が続いてますが、体に気をつけて頑張ってください。よろしければ心理テストを使ってやってください。ありがとうございます。ということで、早速使わせていただきます。今日はね、なんかね、前回すごい際どいのあったけど、今回は割と、みんななんかちょっと優しい感じの心理テストしか来てなかったです。元気です。事故あ、音ねこうなっちゃったやつ。ではでは行ってみましょう。こちら、こっちの方がいいのかな。地下カメラこっちで行くか。見えてます？明るすぎちゃう？大丈夫かな。あなたは冒険家です。あなたは森の中に入っていきます。そこには誰でも魅了されてしまうという世界にたった一つの花があるのです。しかしその花はその魅力で人をおびき寄せると、その後大きな口を開いて食べてしまう花なのでした。さて、その花はどうやって獲物をおびき寄せると思いますか？これじゃないね、答えねこっちだねすいません。はい、これです。 A、 香りでおびき寄せる。 B、 その人間の好きな人の声真似をする。好きな人の声真似難しい。 C、 近寄ってくるのを待つ。 D、 腸を使っておびき寄せる。 E、 歌を歌う。さあ、皆さんどれですか？花、そう、花がおびき寄せて食べちゃうんです。てかってどれですか？D、 腸を使う。 C、 近寄ってくるのを待つ。足が痛い方は近寄ってくるのを待つ。鎖骨を骨折してる方は腸を使っておびき寄せるだそうです私はですね、 A でした。香りでおびき寄せる。皆さんの見てみましょうD、 D、 あ、 D 多いですね。腸を使っておびき寄せる。へえ、 D 多いですね。私はもうあれですよ、フェロモン出しておびき寄せる感じで香りとしか思わなかった、これ聞いた時に。はい、ではこの答えなんですけれども、行ってみましょう。これはどこに答え書いてあるんだ。あ、心理テストで分かるのはズバリあなたの嘘つき度です。ほう、どっから行こうかな。私 A だったから、じゃあいない B とか書いてみようか。 B、 その人間の好きな人の声真似を選んだあなたは、声真似ができるあなたは器用に嘘をつける人、ペラペラと出てくるというくらいの嘘つきです。詐欺師に向いてるかもでは E、 歌を歌う。ね、私歌い手のくせにこれ選ばなかったっていうね。 E の歌を歌うを選んだあなた、これはですね、話が大きいタイプです。悪気はないのですが、受けようとか楽しませようとしているうちに話が嘘になってしまいます。やりすぎると人に大きな迷惑をかけてしまうかもしれませんよ、ということでした。じゃあ次 C 行ってみましょうか。近寄ってくるのを待つね行ってみます。嘘なんてとてもつける人ではありませんでもそんな感じですねうんうんうんって言ってますねいやー、はい、かたくななままでに正直者です。しかし人間、嘘をつかないと人を傷つけてしまうこともあるんですよ、とバカ正直ってことですねありがとうございました。では A 行ってみましょう。香りでおびき寄せる私ですね。これ、言葉を使わない方法を選んだあなたは嘘をつけない人です。しかし騙そうという心がない正直者というわけではありません。嘘がすぐにバレてしまう口下手タイプです。これね、めちゃくちゃ当たってる気がするんですよ。私のファンの方はね、おーおーと思ってると思います。本当、嘘つくと顔に出るのでバレてしまうタイプ。私はもうそのまんま当たってました。さて最後に、ツイッター上の皆さんでも多かったで行ってみましょう。うん、分かりやすいって言われました、今ツイッターではい、腸を使っておびき寄せるあなたは、人のせいにして責任逃れしようとする嘘をつくタイプ腸を吐き出してましたほう、
人間関係の信頼を失うのでほどほどにということで、最後に爆弾が残っていました。皆さんはどうでしたでしょうか。はい、アメさん投稿ありがとうございました。すごい面白い心理テストでした。さて、もう一方行ってみましょう。こっちのカメラのままでいいですか。はい。いつもいつもありがとうございます。今日も読ませていただきます。カッシーさんです。たくさんね、いつもあれなんですよ、私宛ての何ですか、ファンレターをつけて送ってくださってるんで、私最近読むのがすごく楽しみです。本当に温かいメールいつもありがとうございます。なのでこれはじっくり一人で読ませていただいておりますので、早速心理テストの方に行ってみたいと思います。ゲームの中で冒険をする主人公になるとしたらどれがいいですか。選んだものであなたの隠れた願望を占います。次の4つから選んでくださいということで、はい、さっき間違って出したこちらドン。さあどれでしょうか。はい、 A 賢者、 B 戦士、 C 魔術師、 D 商人。これは私は自分がゲームの本当に中の主人公になった気持ちで考えちゃいました。そういうの大好きなんで。ちなみに私が選んだのはこれ C の魔術師なりたい。本当ぴったりぴったりですねって言われました。皆さんどうですか。 A 賢者、 D 商人ですか。私一番選ばなそうなのに。すごい面白いですね。人によって全然違う。皆さんはどうですか。お、すごい来てる。 A D。 なるほど、勇者ないのね。じゃあ A かな確かに勇者はない。 A ですか。 A 多いですね、賢者。うん、これは何なんでしょう。行ってみましょう。まず A を選んだあなた、一番多いですね皆さん。孤独を好むように見えて実は愛を求めている。あなたの隠れた願望は愛されたいです愛されたいんですね。一見自立していてお一人様を楽しめるタイプに見えますが、本当は人からの優しさや愛情を強く求めているみたい。地域のボランティアに参加したり面倒な仕事を買って出たりしてみましょう。みんなのために役立っているという充実感と周りからの感謝の言葉があなたを満足させてくれそう。でもこれね、私も賢者と迷ったんですよ。うん、私は愛情に飢えてる気がしますはい、では次順番に B の戦士いきましょう。うん、これあれですね、花風月と言ったら A 第三が選びそう、 B とかね清志くんが選びそうと思った、イメージ的に。まあ答え私まだ見てないんで分かんないんですけど、B の戦士と答えたあなた、温和に見えて実はリーダーを目指す。あなたの隠れた願望はリーダーシップを取りたいです。一見温和で従順なタイプに見えますが、本当は自分が責任を負うべき立場で仕事をしたりみんなをまとめたりしたいと思ってるみたい。そうですね、得意分野を作り取得が難しい資格に挑戦してみましょうなどと書いてありました。さて C の魔術師、これ私選んだ人は世渡り上手に見えて実は繊細あなたの隠れた願望は理想を置いた、これ間違えた、マイペースに行きたいです、一見流行りに敏感な世渡り上手で万人受けするタイプに見えますが、本当は繊細で傷つきやすく。ほう、私これちゃんと読んでなかったんですよまだ今読んでるんです。これ実は他人の干渉を受けたくないと思ってるみたい。できれば自由な立場で働ける束縛されない形の仕事を探してみましょう。気持ちが楽になるはず。あなたにとって価値のある生き方を選ぶというでしょう。今私初めてちゃんと読んだんですが、当たってますねこれも。うん、とても傷つきやすいタイプなんですよね実は。さて最後 D の承認を選んだあなた、地道なタイプに見えて実は理想が高い。あなたの隠れた願望は理想を追いたいです。一見地に足をつけ慎重に歩んでいくタイプに見えますが、本当は高い理想を掲げてそれを実現させたいと思っていますという結果でした。みんなどうだったんだろうか。今回は真面目なテストだよってカシーさんがつぶやいてますね。 C の魔術師、あ、一緒、キアさん一緒ですね。魔術師多いですね、賢者と。当たってましたでしょうか。
これで、新ゲストのコーナー以上にしたいと思います。皆さん、投稿お待ちしてますので、ぜひたくさんのメールをお寄せいただきたいと思います。投稿先なんですけれども、下かなに出ます。いばきら .sudhanayuko@gmail.com まで、こちらにですね、何でもいいです、送ってください。ここにぜひお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではカメラ向こうに戻します。ですね、今日は私、花風月のですね、アルバムが発売されたことを記念して、ちゃんと弾き語りっていうのをこの番組の中でしたことがないので、いつも動画が多いじゃないですか。なんですが、今日は生でここで一曲歌おうかなと思っております。花風月のアルバムの中から月食という曲をお届けしたいと思います。これは私が作詞作曲した曲なんですけれども、そうですね、テーマとしては生と死なんですけれども、基本的にはそのイメージ的にはですね、男性が愛する恋人を亡くして、森の中に迷い込んでいってしまったところが、実はその日月食の夜だった。そしてなんかその悲しみとかを吸い取られていくような幻想な場面をイメージして書きました。私自身の経験なんかもですね、その中に思いを込めて作った一曲です。で、実はなんとシュールなことに正座してピアノ弾くという状況なんですね。で、鍵盤数もちょっと短いものなので、なんとなく雰囲気を味わっていただければという形にはなってくるんですけれども、ちょっと簡易になるんですけれども、ぜひ聴いていただければと思います。ではちょっとお茶飲んでもいいですか。ラベル剥がしてないや。では月食聴いてください。少しずつ欠けてゆく光に、特別な思いを閉じ込め、落とされた涙すべてを幻想に変え、吸い込んで
がとうございました。はい、月食一人でお届けしました。実はですね、この月食という曲、花風月に向けて一番最初に書いた曲なんですね。で、歌詞の中に一番、空っていうのがキーワード出てきます。まあ、全体を通して月が出てくるんですけどね、空に。で、2番の中で、風、程よく響いて空、切なくそよいで風、そして3番にさりげなくたたえて花っていう風に歌詞が出てくるように作りました。それで花風月というのが3番から1番に向かって、実は隠れている一曲になってます。本当はこの曲に、ピアノとあとは尺八と琴が入っております。そして Amazon で、アルバムご購入いただけるようになっていますので、全国からですね、ぜひ気になった方は花風月と、Amazon で検索していただければご購入いただけます。全8曲入っておりまして、まあ曲はですね6曲なんです。そのうち2曲が私のささやきが入ってます。朗読と一言をちょっと支えている言葉が入っていて、あとは6曲インストと歌曲と入っているアルバムになっております。ですのでぜひぜひ、ご購入いただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてですね、その花風月、はい、じゃん、さっき言ってたこっちにしますか、こっちこっちで大丈夫ですか。はい、では告知ですね。花風月のライブがいろいろ決まってまいりました。ちょっと一番上のこれは無視していただいて、ここからかな、茨城県のまず水戸市でまた今年もやります。 B セカンド、皆さん知ってますか。 NHK のあれ向かい側のとこですか、 NHK 水戸のね、違いますか、その辺ですよね。なんかカフェ、おしゃれなカフェなんですけれども、そこで平日になってしまうんですが、7月11日木曜日の夜19時、7時から予定しております。ここグランドピアノがある場所なんですよ。で、お食事しながらお楽しみいただく形になります。だいたいハンバーグとか1200円ぐらいだったかな見ましたよ全部。で、ミュージックチャージもおそらく1500円ぐらいのチケット代になりますので、その1500円ぐらいの、なんもうお安くないですかチケットに、お食事していただきながらフルで2時間ほど花風月をお楽しみいただけますので、ぜひお近くの方会いに来てください。女性はイケメンに会いに、男性は私の笑顔を見に来てください。よろしくお願いいたします。そしてここの期間ずっと茨城にいるんですよ。あ、福島と茨城行ったり来たりするんですけども、7月13日には福島県のいわきの方に行きます。福島でのライブはお寺を予定しております。お寺2カ所ぐらい回るんですけれども、花風月のフェイスブックのページができましたので、そちらには詳細がもう載っています。私のホームページでも詳細載せてあるんですけれども、お寺の名前がちょっと今すぐ出てこないんですが、2カ所回って約300名ぐらいの方の前で演奏しますので、こちらもお近くの方はぜひよろしくお願いいたします。茨城県の上の方の方は逆にこっちの方が近いですかね、きっと。ぜひぜひ。そしてここ7月14日この次の日、また茨城に戻ってきまして、常陸大宮市の旧小川村です。ここの七夕祭りに呼ばれております。すごく楽しみなんですよ、この祭りも。すごく綺麗な場所でですね、地元のもしかすると花風月と吹奏楽部ブラスバンドのコラボレーションなんかが最後にあるかもしれないという話なんかもありつつ、盛り上げられたらいいなと思います。この日も盛りだくさんでお届けする予定なので、そして演奏する時間は夕方なので、そんなに暑くない時間帯になってからになるかと思います。こんな感じで茨城福島ツアー7月2週目ぜひ追いかけていただければと思います。全部会いに来てくれてもいいんだお、はいでね、気になってるのがここなんですよ。これイラストバイわさびっていう、これさ、あいつ多分ここだけ油性ペンで書き寄ったんですよ、消えなくてそう、上半身裸の私がですね、もう今日初めて見てる方わけわかんないと思うんですけど、同じ和楽器バンド、和楽器バンドというのが別でありまして、8人編成の大きなバンドの中に
いるメンバーが一度このいばきら TV にゲストとして遊びに来てくれまして、このフリップを使っていろいろ宣伝とかイラストを描いてくれてたんですね。で、消したらここだけ消えないんです、名前だけ。どんなに頑張ってもほら消えないの。もう絶対これここだけ油性ペンで書いてっただろうって感じ。他は消えるんですよ、ほらね消えるんですよ、消えないの、ここ。もうびっくりですよ、もうね。でもわさびくんはこういうところが愛されるんだと思いますがはい、そして最後ここ6月5日、テレ東に出ます。どのぐらい採用されてるのかちょっとわかんないんですが、 VTR 出演しました。鈴花優子さんという方が、シンガーソングライター、歌い手として頑張っているよという取材を受けました VTR が、このロンドンブーツの厚井さんが MC やってる番組なんですけれども、夜中なんですがね、1時25分から30分番組で、特集組まれましたので、ちらっと映るかもしれないので見ていただければと思います。ピアノ弾いたり歌ったり喋ったりしてます。お楽しみに。ということで、メモメモ OK、 メモ皆さんよろしくお願いします。さて今日はですね、本当はもう一曲用意してまして、多分あとちょこっとだけ時間があるはず、1分ぐらいあるのかな。なのであの場所へを一番だけ最後にお届けして終わりたいと思います。これもオリジナル曲です。福島と茨城への愛を込めて書いた曲なんですね。またあの思い出の場所に戻れたらいいねという気持ちを込めた曲です。忘れかけていた緑道をもう一度教えてくれたあなた、きっとずっとそばで息づいてた夢のかけら、ちょっとだけ呼び覚まして、愛に本日は今日多めに歌を弾き語りをさせていただきました。まあオリジナルばかりだったので初めて聴く曲
多かったかもしれないんですけれども、こちら私がやっている花風月というユニットの、先日発売されたばかりのアルバムの中からお届けしました。そしてその花風月が水戸に来て7月にライブをしますので、ぜひ応援よろしくお願いします。そして最後にメールですね、皆様からのお待ちしております。次6月11日に放送がありますので、それに向けて皆様ぜひ感想も、もちろんです、何か新テストとかじゃなくてもいいですよ、感想とかでも嬉しいので、ぜひお届けいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で終わりにしましょう。またこの後ツイッターを見ますので、まだフォローしてないという方はゆうちんサウンドというアカウント、ぜひフォローしてください。鈴花ゆう子で、検索していただきましてもすぐ出てくると思います。それでは鈴花ゆう子のただいま茨城、この辺で終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました。バイバイ。